モーリス C8 は第二次世界大戦期にイギリスのモーリス社で開発され、イギリス軍で運用された四四輪駆動の砲兵トラクター及び汎用トラックである。1937年に当時のイギリス国防省が新型の野戦砲トラクターの要求仕様を提示した。これは四四輪駆動の送輪式でシャーシは短く、ウィンチを備えることといった内容であった。 この要求にガイモータース社が最初に応じ、ガイモータース社は既存のガイアント 15CWT、4二輪駆動トラックをベースに4輪駆動化したガイ、クオード、アント FAT と呼ばれる野戦砲トラクターを開発した。イギリス軍はこの車両を採用し、モーリス社に対しても同様の野戦砲トラクターの製造が依頼された。モーリス社でも既存のトラックであるモーリス c s をベースとして、 四輪駆動、単車体、体型タイヤのモーリス C8FAT を開発した。モーリス C8FAT は外交道、アント FAT と同様に、後部閉員室の屋根の上に、9階25ポンド砲の砲画を搭載するため、屋根が後方に向かって傾斜している、特徴的な外観を持っていた。この車体は、その形状がカブトムシを思わせることから、ビートルバックと呼ばれた。 この特徴は、その後開発された CMPFAT でも同様に見られる。金属製の後部兵員室には6名の砲兵及び9回25ポンド砲の弾薬を搭載可能であった。モーリス C8 の最初の量産車は1939年10月から軍に納品され、装甲装置とボディ部にそれぞれ2度の設計変更を行いながら、 生産は1945年まで継続された。実戦では25ポンド砲だけでなく様々な砲の、敬遠に使用された。QF18 ポンド砲や、QF4.5 インチ榴弾砲、あるいはオードナンス QF6 ポンド砲、オードナンス QF17 ポンド砲などが、モーリス C8FAT により敬遠された。また、モーリス C8 の機構を流用した汎用トラック型の、 モーリス c 8 g s が開発され、生産された。これら3種類の形式に対し、3種類の車体が用いられた。走行装置の変更と車体外装の変更時期はそれぞれ異なっている。ありがとうございます。